長浜市高月町東流屋にある古墳。形状は、前方後方墳。物延古墳群を構成する古墳の一つ。滋賀県指定史跡に指定されている。滋賀県北部、横川左岸の平野部に築造された古墳である。一帯では本古墳のほか長塚古墳、久子塚塚古墳、横山神社古墳などが知られ、本古墳とともに物のノ古墳群を形成する。 これまでに前方部部分が大きく作平を受けているほか、2001年度に発掘調査が実施されている。噴景は前方五方形で前方部を南南東方向に向ける。噴球長は約80メートルを測る。噴球表面では不規則列が確認されているが、埴輪は認められていない。噴球周囲には集合が巡らされており、集合を含めた 古墳全長は115から120メートルにも及ぶ。主体部の埋葬施設は明らかでない。この姫塚古墳は、墳形、付近市から古墳時代前期の4世紀中央以前の築造と推定される。滋賀県内の前方後方墳としては最大規模であるとともに、平野部に築造された大型の前方後方墳である、点で特色を示す古墳である。 周辺一帯は本古墳のほか小松古墳、大森古墳など、計11基が前方後方墳の集中する地域として知られるが、西方丘陵上の小安都市古墳群では、平野部の前方後方墳と並行する時期に前方後円墳も築造されており、当地域の政治情勢を考察する上で注目される。古墳域は1982年に滋賀県指定史跡に指定されている。 ありがとうございます。